目の上にアイシャドウ、ブルーのアイシャドウを入れててとっても可愛いかボードに貼ってあるのも自分で選んだ標語を筆で書いてみましたということです。そしてその後全員で火の用心に合わせて3歳から5歳児は拍子木を、そして1歳から2歳児はカスタネットでリズム打ちをしたいと思います。そして最後にもったいないばあさん音頭を元気よく踊りたいと思います。ということで、小林、私立四季中央保育園児の皆さんよろしくお願いいたします。それでは花火大会実行委員長挨拶、山川新実行委員長よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。盛り上がってますか？盛り上がってますか？ですね、本日は暑い中お越しいただき誠にありがとうございます。この花火大会も今年で38回目を迎えることができました。この花火大会は皆様の応援や企業のご好意で成り立っております。厚く御礼申し上げます。打ち上げまであとわずかとなりました。私のカウントダウンで皆様一緒にカウントダウンをお願いします。それでは10秒前からいきたいと思います。あと2分あるそうなんで
もうちょっと話します。まあ青年部もですね、毎晩毎晩集まってですね、あーティンプだそうなんで、ちょっとお待ちか。もうね、朝からね、今日も暑くてね、大変でした。いやけどみんなね、頑張ってなんとか子供より大会を成功させようと汗だくになりながら頑張りました。また今日準備とかいろんなのが手伝ってくれたみんなに拍手お願いします。泣きそうです。じゃあそろそろカウントダウンをします。じゃあ10秒前からいきます。10